こんばんは。来た？どうも。どうもどうも。ありがとう、見に来てくれて。どうも。あ、リリカ？リリカだ。リリカ。こんばんは、平塚ひなです。よろしくお願いします。こんばんは。なんかありがとうございます。あれなんていうんだっけ、キャンディーとか嬉しい。リリカがお礼言ってくれてんじゃん、この前のLINE。こちらこそ全然力になれなかったけど、おめでとう。はい、私そうなんですよ、もうあれですね、ツイッターでは言ったんですけど、もう静岡を離れて上京しました。今家です。あの新しい家です今日は別に特にやることは決めてないので、なんか質問とか答えていけたらいいなって思います。よろしくお願いします。あります？あ、ピコさんありがとう。招き猫上京おめでとう、ありがとう。サマルいなくて寂しい、寂しい、もうね会いたい。ちょ、なんか昨日が一番寂しかったです、正直。ふわたの時わかったわかった、もなくありがとう。ショウ、サナのいた部屋？違う、サナのいた部屋じゃない。東京の人や、そう東京の人。マグカップ買った、買いました。今ねマグカップに立ってるんだけど、これマグカップ買いました。やばい、中身入ってるこんな感じ。うさまるクッション見たい？みんな、うさまるクッションこれ、え、かわいいでしょ。うさまるクッションです。似てんの、うさまるに。上京おめでとう、ありがとう。サイン会行ったの覚えてる？覚えてる、たくみん。ありがとう。そう、リアルなの。リアルなうさまる。なんか、普通のイラストみたいなやつよりも、リアルなうさまるの方が、なんか、うさまるって感じがするから。ということで。さなえちゃん、ありがとう。さくら、覚えてる、ありがとう。そう、テレビ独り占めなんですよ。さっきは県民賞見てた。ふわたの特典会ありがとう。どういたしまして。どこで買ったの？これ？どこで買ったんだろう。後ろ姿ね、後ろ尻尾ついてんの。超可愛くない？超可愛い。ひなの可愛い。ありがとう。そんなことない。今日のライブ残る？残るかな？残した方がいいなら残します。多分初見です。ありがとうございます。欲しいでしょ。あ、あれありがとう、アイテム。ふわたん気づいてくれた？気づいた、ありがとう。ちゃんと自炊してる？あのね、やってますよ。はい、買いました、いろいろ。もう食品を作ろう。メイクバッチリ、バッチリかな。今日はちゃんとしました。今年から高校生、うわ頑張れ。ひなちゃんと初めて話せて嬉しかった。ビバの夢と、ありがとうございました。ビバ楽しかったね。いや、リリーベ
前髪が綺麗、やった、ありがとう。伸びてきちゃったけど。どっか行った？今日はレッスン行きました。レッスン行って、あとその前に無印とか行ったね。無印とか行って必要なものを買いました。洗濯できるようになった。ちょっとね、これを機にやりました。え、あれって2種類必要なんだね、洗剤と柔軟剤。知らなかった、それすら。家具は揃った？棚がまだ届いてなくて、もうちょっとで届きます。棚そうすればもう完璧。ジム行ってる？行く予定だけどまだ行ってないね。まだです。リップ？リップ、なんかさっきリップの、リップこれです。エチュードハウスの、わかるかな、 YouTuber 風に隠れちゃってるんだけど、オレンジ色のティントを使ってます。洗濯ってボタンだけじゃん、それな。本当にボタン押せばいいんだね、あれびっくりした、簡単すぎて。ドレッサーとかありそう？ない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 。ただね、こういうこれぐらいの鏡を立てて今はやってます、メイクとかね。なんでジム行く？なんで？なんでだろうね、健康でいたいから。フォーハのメンバーからこの話聞けるなんて新鮮、やった。絶対話すね今日。フォータンの時のコールの声小さかったよね。いや、そんなことないよ、ちゃんと聞こえてました、ありがとう。ひなちゃん、うちは新しいのどうかな？見えた見えた、ありがとう。ピンクのやつだよね。畳むまでが洗濯、そうだね。あ、でも畳む、あ、まだほ、あ、あ、あとで畳みます。ドレッサー買ってあげる。そんなそんな、全然全然。あ、パラシュート、ありがとう。やった、同じリップ持ってるよ、やった、お揃い。ひなちゃんの声めちゃめちゃ怪しい。いや、本当にそんなこと、わかり、ちょっと声違うのわかりますか？なんか最近乾燥がひどくて、もうフワちゃんの前からやられてます。これ春春っていう名前で覚えてほしい。覚えます。ふわふわでひなちゃんが一番好き、やった、ありがとう。みんなポイントとかありがとう。キャンディーも嬉しい。明日クラス替え発表なの、不安助けて。クラス替えね、ひなもいつも不安だったけど、私の学校って離任式にクラス替え発表だったんですけど、私離任式毎年行ってなかったからあれでしたよ。いつも友達から電話来て、離任式終わったと、ひな、ひな4組だったよとかいつも教えてもらってました。美人すぎて震える、やった。そんなことないでしょ、絶対震えてないでしょ。あ、声が、喉は大事に、ありがとう。後輩に顔にすぎてウリ2つレベル、マジ。やった、やったじゃない。ひなには好き、ありがとう。友達100人もできない、できない、無理無理無理。イヤリング届きま、届いたかな、わかんない、確認します。ケイトです、覚えてる？ケイトくん、ありがとう。来週高校入学式、緊張でやばい。頑張って、友達作ろう、頑張れ。ひなちゃんの腹筋好き、すごい。そんなことない、腹筋本当に減らしたいぐらいなんですよ今。何にもしてないのに腹筋ばっかついちゃってね、ちょっと恥ずかしいです。ウインクしてほしい、いいいい。いや、うん、ファンレター送ったら見て、もちろん見ますよ。ファンレターマジで嬉しい。ひなちゃん、あや覚えて、覚える、あや、ありがとう。ホールケーキありがとう。ひなちゃんと同じクラスだった男子が羨ましい。そんなことない、全然そんなことない。なんかあんまりあれでしたよ、こう女の子扱いしてくれなかった。
ダイヤありがとう。イサオちゃん、俺の気持ちは届いてますか？つよぽん届いてるかな。ありがとう。高校にひなちゃんみたいな先輩が欲しい。先輩になってあげるよ。高校もう一回やりたいもんだって。本当に腹筋ください。あげます。ヘタピオインクって言われた。新曲のソロ好きすぎて繰り返し聴いてる。やった、ありがとう。マジで可愛い。やった、嬉しい。天使すぎる。そんなことない、ありがとう。まなみだよ、まなみ、上京おめでとうございます。どうもありがとうございます。ひなな認知されてる？ひなちゃんしてますよ、ありがとう。顔小さい。やった、そんなことないけど。ファンレターって直接メンバーに届く？事務所の方が一回受け取ってくれて、そっからもらいます。勉強したくない。それな、勉強したくないよね。私もね、でもあれです、英語は勉強しようと思って英語やってます。小春が泣いた話詳しく聞きたい。あのね、あのいつだっけ、フワタンの帰りの新幹線の日時に、その時がちょうど小春と桃香と帰るのが最後だったんですね、新幹線で。その時に小春がなんか、桃香はなんかちょっと先行くねって言って走って帰ったんですよ、桃香は。多分時間があって、でその後に小春と二人の時に小春がなんか、ひながいないの寂しいって言って、って泣き出しちゃって、つられて私も泣いちゃうっていうことが起きました。超かわいい。現場は行けてないけど、めちゃめちゃ応援してるから、言うやったら覚えてくれたらいい。レムちゃん、ありがとう。覚える。英語教えて。教えられるほどじゃねえ、全然。英会話やってます。英語できると幅が広がる気がします。そうなの、そうなの、だから勉強します。社会人一緒に頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。左利きなのにベース弾くときは右利き用なのはなぜ？あ、確かに。あ、でも結局両方使うからね、あんま関係ないですよ、わかんないけど。今日カラオケ行ってふわふわ歌ったの、ありがとう。やった。お兄ちゃんもね、この間桜並木歌ってくれました。嬉しい。アスカって覚えてほしいです。アスカちゃん、ありがとう。大阪に来てほしい。行きたい大阪ね、食べ物が美味しいよね。最近おすすめの漫画教えて。漫画、食撃の相馬とか、あと、あとなんだろうな、あとオタクに恋は難しいっていう漫画があって、なんかゲーム、ゲーマーとかの、ゲーマー、二人ともゲーマーのなんかカップルのお話なんですけど、めっちゃ面白い。お兄ちゃん静岡にいます。萌え、萌え、さえ、ありがとう。横浜遊びに来てよ。横浜、横浜か。でも行きたいな、中華街行きたい。ふわたんの写真にルーシーが書いてあった。そう、ふわたんのやつに一個だけスヌーピーのキャラクターのルーシーを書いたんです。ティディベアありがとう。マサト、新曲のソロが好きすぎて繰り返し聴いてる。ありがとうございます。一人暮らし怖くない？怖くない、大丈夫です。ひなちゃんの前髪みたいのに泣いて。本当に？でもなんか思いっきり巻いててぐるんってしてるんだけど、そろそろ切ないとね。目黒川の桜見に来て。目黒川すごいよね、あそこ。あれ飲みたい私も。あのさ、いちごが入ってるサイダーみたいな、美味しそう。ひなっていい名前ですね。やった、ありがとう。みち、カラオケでシャンシャンシャボン玉歌ったら笑われた。そりゃ笑われるわ。面白いもん、あの曲。
好きだよ。でも好き、面白い。ケイトって覚えて、春から JK になります。今度現場行く、来てケイト。 OK、 覚えた。山下公園、山下公園も行ったことある。綺麗だよね、海。寂しくなったらコッコ食べてね。コッコより私うなぎパイの方が好き。スクショタイムしてほしい。スクショタイムします。はい、チーズ、カシャ。撮って、撮ってる。撮ってる。オッケー。投げちゃった。ごめん、投げちゃった。絆創膏どうしたの？これね、あの引っ越ししたから、あの段ボールが多くて、段ボールをこうやってあの開くじゃないですか、ガムテープで留めてあって、そこやってたら切れちゃって、知らない間になんか段ボールが、段ボールに血ついてたから、なんだろうと思ったら自分の指でした。自分の指から血出て。変顔して。こんなもんか。かわいいの一言しかない。そんなことない。スクショありがとう。もうすぎてうさまる動き出しそう。それな、本当にマジでかわいいの、この子。一人暮らしめっちゃワクワクしない？今はね、まだ不安ですね。うん、もうね、お母さんが毎日心配で LINE してくる。ちゃんとご飯食べてるって。変顔のレベル高い、やった。初見です、ありがとう。その変顔アイコンにしていい？いいよ。今来ました、ありがとう。昨日ディズニー行ってきた。いいな、ディズニー。スクショ取り忘れた。嘘やん、取ってよ。変顔すこ、やった、ありがとう。一人で起きれる、起きれる、それは大丈夫。何時まで？30分だから10時半ぐらいかな。ひなちゃん押したい、ありがとう。メンバーにプレゼント送りたいんだけど、どうしたらいいですか？それはね、事務所に多分持って行って、なんか紙を書くんですよ、誰々へとか、で自分の名前とか、多分それで私たちに来るので、事務所に、そうですね、渡してもらえればって感じです。昨日ディズニーで平塚ひなタオル広げてきました。やった、なんかそれすごい嬉しいんですよね。あるじゃないですか、いろんな場所行ってこうやってタオルこうやってめっちゃうれめっちゃ嬉しい、ありがとう。あ、かいせいくん、バラありがとう。毎週やってください。やろうかな、もうできるしね、やろうかなと思います。キャンディーありがとう。つよぽん、モナカがいじめてきます、助けて。仲良くしてください。京都楽しかった、楽しかった、すっごい楽しかった。ファンレター送りますね、ありがとう。送ってぜひ。部活頑張れって言ってほしい。部活頑張れ。おう、おうおうおお。はい。私ピューロランドでひなちゃんの生写真持ってったよ。やった。ありがとう。修学旅行の沖縄のおすすめポイントってある？沖縄か。サーターアンダギー食べた方がいい。屋台、屋台みたいなサーターアンダギー屋さんで売ってるのがあったかく超美味しい。ひなタオルいっぱい持ってる、ありがとう。ふわふわの恋花火、彼女に告白するときにかけた。ロマンチックすぎ。さすがだ。そう、久しぶりに電波がいラインライブ、それな。そう、もうね、安心ですよ、止まんない。高校生活不安、何かアドバイスください。ね、高校はね、私は基本的にずっと陰キャだったので、特にあの本当に本当に仲いい子とつるむといいよ。つるむっていうか、
本当に気が合う子と一緒にいるのがやっぱ一番楽しいよね。ひなちゃんのグッズ欲しいけど東京行けないね。そういう子たちのためにこうネットで販売したらいいと思うんですよ。それをこの間言ったの。言って実現されるといいね。もっとなんかみんなの意見をこう取り入れたいと思ってるんだけど、なんでそんな陰キャでさ、そんなにコメント、マジで陰キャでしたよ私。男の子からの告白とか全然なかったですよ。マジ陰キャだったから。陰キャって言われてたしね、逆に。全力笑顔。はい。高校生の一番の思い出は？一番の思い出は、なんだろう。文化祭かな。文化祭。なんか3年生の時だけちゃんと出れたんですね、2日間。それが超楽しかった。今度現場行く。あや、覚えます。陰キャでこのクオリティはやばい。やった。ありがとう。告白されたことありますか？あるよ。ないって言ったらやばくないですか？逆に。私、一応アイドルですよ。一応あります、あります。いまだにひなと話すと緊張する。嘘？なんで？あ、えいしょうさん、キャンディーありがとう。受験生になったのでメッセージください。受験はね、あのね、できます、きっと大丈夫です。もうコツコツやるのが大事です。頑張ろう。ひなちゃん会いたい。ひなもん、小春さんに LINE ライブのやり方を教えて。小春はね、なんか言ってたよ。私なんかアカウント作ったんだけど、なんか、もうなんか全然やってないのみたいなこと言ってたからやらせます。告白してほしい。全然。彼氏何言ったことありますか？すごい質問するな。言えません。俺告白したっけ。わかんねえ。コールして。本当にコールマジで嬉しいの。コールは本当に。ひなちゃん TikTok やらん。ショーありがとう。ダイヤ、プレゼントを事務所で渡すときにどこで渡せばいいですか？プレゼントはね、事務所、あ、そうだよね。皆さんどうしてますか？私全然わかんない。待って、なんかタイプすぎる。ありがとう。何気こはちゃんのモノマネうまい。やった、ありがとう。陽キャな人に告白されて怖くなって逃げちゃいそう。そうだね、なんかイエーって人たちあんま好きじゃない。モノマネして。モノマネ何がいいかな。モノマネ難しいな。誰かできる？遠藤のモノマネとかできますよ。なんか遠藤ね、なんとかでね、ね、聞いてるってすぐ言う。もういい、もう言います、遠藤。あ、エリア原宿だって。エリア原宿のスタッフさんに渡すんだって。 OK ですか？アナゴさんはできない。アイドルで彼氏作っていいのですか？いや、ダメです。禁止です。バラありがとう。エンドの似てる、やった、嬉しい。やったって言っちゃう、すぐ。あ、もう400人も見てくれてる、ありがとうございます。恋愛禁止辛そう。そんなことないですよ、全然平気。
みゆみゆさん、キャンディーありがとう。ひさおちゃん、バラありがとう。ひな不足、本当に？本当か？嬉しいな、それも。ひなちゃんはみんなのひなって言うんだからね。やばい。そう、みんなのひなですよ。インスタグラムとかで私服投稿してほしい。それな、私服ね、着てるんだけど、着てなきゃやばいんだけど、いつも毎日着てるんだけど、撮る場所がなくて、撮るね、これから。今日の朝ごはんはね、納豆ご飯と、ヨーグルトにバナナ切って入れた。美味しかった。それだけです。2000年生まれ、そうです、2000年生まれでした。アーカイブ残す？多分残す。毎週サイン会やってください。やりたい。やろう。ダメか。ピコさん、ティアラありがとう。健康的でしょ？健康的なんですよ、私。LINE で告るか、会って告白するの。どっちがいいと思いますか？え、でも気持ちが伝わるならどっちでもいいんじゃないですか？私は、どっちが嬉しいかな。でも直接の方が嬉しいけど、LINE で、でもなんか別にいいなって思っちゃう。私がめっちゃあれなんで、こういう感じなんで、こういう感じなんで。わかるかな、言いたいこと。渋谷のライブ楽しみ。それな、5月の4日です。5月の4日に渋谷のストリームホールで私たちパーティーズライブやります。朝ごはん今度から聞いていきます。聞いて聞いて。明日はパン食べる予定だよ。好きなディズニーのキャラは、プリンセスはアリエルが好きです。最近ひなのの腹筋えぐいね。腹筋ネタね、あります。ありがとうございます。納豆嫌いじゃないよ。なんか最近よく食べます、納豆好き。ふわふわずっと続けてください。続けます、頑張ります。今日アンパンの日。そうなの？知らなかった。筆箱どんなの使ってた？筆箱はね、ポール&ジョーのこういうピンク色の四角いやつ作ってました。ストリームホールは完売したい、したい。チボ頑張ろう、頑張りましょう。笑ってるひなちゃんの写真可愛すぎて LINE のホーム画にしてる。やった、めっちゃ嬉しい。てか LINE にもしてくれてるんだね。私さ、 LINE は見れないじゃないですか。だからすごい嬉しい。こう見えないとこでもうやってくれてるの。ありがとう。写真集買ったよ、ありがとうございます。ふわふわ写真集。50歳になってもふわふわ続けてね。50歳になったら考えますね。ヨボヨボになっちゃう、ふわふわじゃなくて。ピチレもラブベリーも買ったやつ全部残してる。さすがすぎ、ありがとうございます。携帯の録画面、ひなちゃん嬉しい、ありがとう。納豆の甘いタレが好き。それな、でも私ね、卵のやつが好きなの。卵の納豆、わかる？タレに卵入ってるやつ。昨日はバタコさんの誕生日なんだよ。あ、そうなんだ、バタコ。あさって誕生日、20歳になります。メッセージ欲しい。おめでとうございます。20歳だからなんかこういいですね。もう大人になるんですね。私ももう2年後なんで、やばいです。なりたくないです。もう年取りたくないです。握手会とか緊張したって何にも話せない。しょうがない。でも最初は多分緊張すると思うけど、でも全然いろいろ質問とか全然してほしいしね。あさって誕生日おめでとう。ひなちゃんのツインテール最強、やった。全然そんなことないけど、あいみんと誕生日一緒。あ、そうなんだ。あいみん来月誕生日おめでとう。
クリロナのユニフォーム持って、うっそ、いいな、私も欲しいです、クリロナ。ひなちゃんツーショット撮りたい、撮りましょう、撮ろう。明日誕生日だ、おめでとう。あ、もう30分経ってでね、あっという間だ、もう30分経っちゃった、あと 2,3 分で終わりにしたいと思います。ありがとう、見に来てくれて、みんななんかコメントいっぱいくれたから全然いっぱい読めてありがたいです。ユベントス好き好き、クリロナがいるからね。ひなちゃん大好き、やった、短いよね30分でもさ、なんかやっぱこうやってやるの楽しいから、またすぐやりたいなって思います。毎週、毎週でいいの？週1でいいの？逆に週1なら全然やります。海星くんありがとう。そうだよね、暇な時にやりましょう。コメント数がすごい、本当に嬉しい、ありがとうみんな。明日はあの金曜ロードショーのポンポコを見なきゃいけないからポンポコを見ます。明日はジブリやるから、みんな優しいな、ひなちゃんのペースでって、すごい嬉しい。2日に1回はやばい、2日に1回もできるかな。でもここは Wi-Fi の環境がとてつもなくいいのでやりたいと思います。そう、ポンポコ大事なの。ひなちゃんかわいい、そんなことない、全然そんなことない、でも嬉しい、ありがとう。さなちゃんの部屋に突撃しよう、行こっかなこっちにいるから。赤坂せなちゃんとコラボして、したい、ちょっと赤坂に LINE ライブやらせましょう。赤坂本当にね、あの人ダメですよ、 LINE ライブをやらせましょう、それか一緒にやります。そう、寮生活です。明日ポプセ見なきゃ、みんなポプセを見よう、ポンポコなって見てないで、ポプセを見よう。明日はオッケー、こんなもんかな、全力プク顔。皆さん今日来てくれてありがとうございました、本当に楽しかった、ありがとう。またぜひやりますので来てください、その時はコメントもよろしくお願いします。じゃあ今日はここで、みんなコメント本当にありがとうございました。またやりましょう、またぜひお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。